さあ、それでは皆さん合図のともにスタートしていただきますのでお待ちください。そしてステージの上には1周目から参加されたい皆さんにお越しいただきました。さあ、それでは皆さん参加者の方も全員一緒に10秒前からのカウントダウンでスタートしましょう。それでは皆さんいきますよ。せーの、いらっしゃい。
この番組に夜のことを教えているのは、自分でジョギングをすることになるけれども、はい、こういう大会的なのって、いっぱいいるけど、そうですね、なんか、基本は結構、お昼とかにやるっていうのは聞いたことがあるんですけど、お昼とかに、朝までマシって言っちゃうよ。そう、見たことあるんですけど、で、クラスになってる中で走るっていうのは新しい感覚で、すごく嬉しいですね。でここでズバリ皆さんに聞いちゃいますけれども、はい、ジョギングが得意の人は、いや得意というか、この子が一番なんですけれども、私はあの基本走れるときはお父さんと一緒に夜走ったり歩いたりしてるので、いいですね。それはお父さんがジョギング好きで始まったって言って、もともとは別に運動が得意なわけではないんですけど、健康のためにも歩いた方がいいかなっていうのを最近思ったみたいで、一緒に走りになりました。すごい、毎日忙しいと思うのにお家に帰ってから一緒に走ったりしてるんですか？そうですね、高校ですよね。いいコスでしょうね。そうないです。もともとね、皆さんやっぱりダンスが好きで、ま、第2波なんですか、あの予測的な感じの人たちは、はい、運動神経はいいんじゃないかなって思うんですけれども、ぶっちゃけダンスとこういうジョギングの運動っていうのはどうですか、同じ違いあれは1回で見た。でもダンスは有酸素運動なんですけど、ジョギングは有酸素運動なので体にはすごくいいですよね。ダイエットにもいいですし、絞ってますね、綺麗に痩せれるし、無理なく自分のペースでいけるので、はい、そういう意味では、じゃあちょっと皆さんも今日のジョギングはまず別の考えで、別で、ね、でも夜なので本当になんか昼間とは違う夜景とか見ながらもできると思うので、なんかちょっとロマンチックですよね、普通の時より。確かにカップルとかでも良くないですか？いいですね。ちなみに今日のジョギングに向けて練習とかってしました？それぞれ練習？でもしてないんですけど、私もともと中学校の頃陸上部だったので、あの走ることは好きなので楽しみたいと思います。陸上部、競技が短距離なんですけど、まあでも普通にマラソンとかしてたので、体力には自信ありますよ。体力プロですよ。今日は一応ジョギングっていう体なんですけれども、はい、やっぱり走り出したらジョバーンってやるとか。いやでも久しぶりなので、本当にあの自分のペースで走りたいなと思います。はい、びっくりした。これはでもちょっとで、こういう宣言をすると後でみんなにコーチも迎えつまっちゃったりとかして、いやちょっと楽しみにしてます。練習とかしてきました？練習は結構お母さんが走ってるっていうんですけど、経験連行っていうので、つい最近マラソン部というのが開催されたので、それに向けて食べて、たくさん練習しながら。あ、先頭集団が戻ってきました。早いですみんな。すごいちびっこみんな、一緒に走りますよ。すごーい、すごい。あ、そしてあ、車椅子のみんなも頑張ってる。すごいね、みんな。すごいペースで、今日ジョギングだからみんなで楽しんでねって言ってるんだけども、ものすごいペースで走りすぎていきました。すごい。え、藤井さん、あれですよね、あのバドミントンとかやってたりとか。はい、しましたね。そう、中学校の時バドミントン部でやってたんですけど、でも走るようになったのは本当につい最近なので、今走ってる山内すずらんちゃんも一緒にマラソン部としてやっているので、はい、今後たくさん走っていきたいなと思います。そして練習しましたか？私は全然走れてないんですけど、筋トレはやってたんですけど、なんかジムにも行ってます。はい、筋肉がついているな、ちょっと一緒ぐらいだから、でも気持ちいいですよね。